こんにちは。来てみて作って文化ネットのお時間です。今回は射水市大島絵本館からお届けします。現在ギャラリーでは岩井俊夫絵本原画展を開催中です。展示原画は100階建ての家、空の100階建ての家、どちらも登っていくといろんな住人に出会えます。家の中の様子も細かく描かれているので、ぜひ注目してみてください。原画展に合わせてカフェでは特別メニュー100階建てのパフェ、ショップには岩井俊夫先生の絵本を多数ご用意しております。ぜひギャラリー鑑賞の後はカフェやショップもお楽しみください。期間は3月28日木曜までです。開館時間は9時30分から17時30分まで、毎週月曜休館となります。続きまして、劇団こぐま座人形劇おむすびコロリンのお知らせです。3月17日日曜午後2時より当館の地下1階シアターにて、劇団こぐま座による人形劇おむすびコロリンを開催いたします。子どもも大人も楽しめる人形劇は当館でも人気の催しです。チケットは絵本館のみで販売しております。大人1,500円、3歳以上600円、お電話でのご予約も受けたまわっております。お気軽にお問い合わせください。3月21日木曜から3月28日木曜まで、春おめでとうキャンペーンを開催します。入館料が割引となり、大人410円、高校生以下は無料、ガラポン抽選会などお得な期間です。ぜひ大島絵本館へ遊びに来てください。また月に一度親子でものづくりを楽しむ創作教室2019の申し込みを受付中です。バラエティに富んだ材料を使い、何を作るか当日までお楽しみの特別メニューで、年10回の教室です。詳しくはお問い合わせください。射水市大島絵本館からのお知らせでした。最後に市内の文化施設のイベント情報をお知らせします。東坊匠の里では4月6日土曜、7日日曜に端午の節句のお祝いにさつき人形作りを開催いたします。端午の節句に合わせてさつき人形の置物を作ってみませんか。世界にたった一つのオリジナルのさつき人形はプレゼント用にも最適です。皆様のご参加をお待ちしております。来てみて作って文化ネット、お楽しみいただけましたでしょうか。それではまた来月お会いしましょう。